はい、こちらひどい料理嬢さんの五色、3歳メスでサイズが54センチです。お願いします。はい、新潟の予前さんの五色ですね。非常に太みもある、色自体もですね濃くなってきて、五色らしい五色ですね。やっぱ五色はこうやってあの顔まで黒くなってですね、紅がポッと浮き上がるといいですね。あとはまあ最近あまり見なくなりましたこの先端だけですね、あの黒っぽくなるこのタイプもですね、なかなか味があっていいのかなと思っております。ちょっとですねこの子にね飛び跳ねて尻尾のとこ先端が割ってしまって、ちょっと、まあ、今治りつつあるんですけども、ここだけですねよく確認して、ここだけ、ちょっと持ち上げます。1年ぐらいかかりますね。ここの先端の親のところがですね少し割れてしまってあったもんですから、こういう感じですね。ちょっと伸びるのに時間かかりますのでね、ここだけご了承ください。まあ、イケミネは全くわからない、そんな感じです。はい、サイドです。はい、色合いがいいですね。はい、お腹です。はい、最後アップしたいと思います。尻尾もちょっと最後アップしますね。普通にあの泳いだりもしてますので問題ないかと思います。はい、非常に太みのある鯉ですね。はい、はい、そしてこう紅も汚しているというよりは先端がこう黒いタイプですね。はい、最後、一応尻尾ももう一度見ていただきたいと思います。治ってきてはいますが少し完治には時間かかると思いますので、その点ご了承ください。はい、こちらひどい料理嬢さんの五色、3歳メスでサイズ54センチです。はい、ぜひよろしくお願いいたします。